半和貨物線、半和貨物線は、かつて、大阪府八尾市の関西本線八尾駅から、大阪市住吉区の半和線、杉本町駅に至っていた貨物線の通称である。正式には、関西本線の支線であり、半和連絡線とも呼ばれた。2004年に休止され、2009年に廃止された、経緯は後述。本校では、 未成線に終わった南港貨物線についても記述する。接続に、南のある阪和線と関西本線とを結ぶ、バイパスとして建設された路線である。全線が電化されていた。全区間単線であるが、ほとんどの区間で複線化用地が確保されていた。阪和貨物線を経由して、龍下総車場、後に龍下信号場となった後、廃止和歌山総車場間で、 多数の貨物列車が運転されていたほか、日本国有鉄道、国鉄時代の一時期に定期列車として設定され特急、アスカをはじめ、京都駅白浜駅間の特急、白浜などの臨時列車や団体専用列車が運転されたこともあった。このため、八尾駅、杉本町駅間に、西日本旅客鉄道、JR 西日本の営業キロ 1.3km が設定されていた。 八尾駅、旧宝寺駅間は、本線と重複で実際は、旧宝寺駅上駅間から分岐していた。晩年には、東路線を通過する列車は、公衆輸送列車や団体列車、臨時列車に限られ、路線の使用頻度は極端に少なかった。そのため線路保守の目的で、回送列車、サビ取り列車が、大寺駅、大鳥駅間で117系などを使用していち、 往復運転されていた。関西本線、港町駅奈良駅、現在の大和地線にあたる区間の一部が電化された、当初は電車を大鳥電車区に配置していたため、後に、ひねの電車区に移管、半話貨物線を介して出入港を行っていた。後に、奈良電車区が開設されると、関西本線の電車はそちらに移管された。関西本線、大和地線、 旧宝寺駅上駅間にある、踏切付近から、廃線跡が始まる。左にカーブながら、住宅街を抜けて、森土地区間を進むが、国道25号を超える前後は、高架橋になっている。まっすぐ南下すると、大阪府道179号住吉八線、長井公園2をくぐり、地下鉄谷町線で都駅付近、デートバスターミナル西側を走行する。売り割最上付近から大きく、 西へ向けてカーブし、大和川の上岸を走行する。阪神高速14号松原線、国道309号をくぐり、大阪市と松原市の境界を走行する。阪和貨物線の北側は、市営団地や住宅地が立ち並び、南側は大和川の堤防となっている。近鉄南大阪線をくぐって、阪南高等学校付近で右にカーブして大和川と分かれて、 住宅地の中を進み、大阪府道28号大阪高石線、阿鼻子筋をくぐる付近で、地下鉄未動筋線と交差し、左へカーブすると、杉本町駅に到着する。高度経済成長期には、大阪東線の前身である、計画路線、大阪外環状線の一部として、半和貨物線を複線化して旅客化する計画が存在した。大阪市が主導しており、 阪和貨物船内には、デト駅、売割駅、新八田駅を設ける計画であったが、国鉄の財政悪化に伴い外環状線自体の着工が後回しにされる中、地下鉄谷町線の延伸開業や、大阪環状線と阪和線との直通運転の開始、何は筋線計画の浮上に伴って、阪和貨物船の旅客化計画は意義を失い、外環状線の予定線からも除外された。 その後1982年2月の鉄道網整備調査委員会大阪府と大阪市との合同構想では出戸から仙北ニュータウンを経由してひねのへの新線を建設し空港アクセスに活用する案も計画されたが実現しなった。反話貨物線の前身は大象飛行場現在の八尾空港への引き込み線であった。戦後、流下奏車場と反話線を結ぶ 貨物船として改良され、1952年に開業した。当時関西本線は、非電化であったが、半和線を走行する電気機関車が、直接乗り入れることを想定して、開業当初から電化されていた。鉄道貨物の衰退に伴って、半和貨物船を運行する、貨物列車は、次第に減少し、 阪和線と和歌山地区での貨物取扱いの終了した1986年11月には、線内を通過する定期貨物列車は全廃された。南海向け公習輸送の納入ルートが変更されると、日本貨物鉄道、JR 貨物による免許は2003年に廃止となり、その後も JR 西日本によって路線は保持されたものの、国土交通省による大和川の改修事業や、 大阪東線建設工事の支障になることなどを理由に2004年6月末で休止され関西本線からの接続部が撤去されたその後2008年3月に天王寺駅構内の関西本線と阪和線を結ぶ短絡線が複線化されたことにより道路線を存続させる必要性がなくなり2008年11月17日に JR 西日本が 第一支鉄道事業の廃止届を提出。その後廃止日の繰り上げが認められたため2009年3月31日付で廃止となった。八尾駅竜下信号場、九宝寺駅出戸駅、未開業売割駅、未開業から新八田駅、未開業から杉本町駅。上述の外環乗船計画と合わせ、大阪市によって杉本町駅から南港駅、 現在の阪神高速4号湾岸線南港、北出入り口付近に向かう路線、南港貨物線が計画されていた。線内には、途中、北島、現在の新北島小学校、新北島中学校の敷地に、操車場を設ける予定とされ、外環状線と一体で旅客化も計画されていた。南港貨物線計画に合わせ、北島操車場から南下する、 林港鉄道も大阪府によって計画された。これは、堺仙北林海工業地帯に至るもので、さらに南下した仙北一号増聖地に、羽衣奏車場を設置し、国鉄もこの計画を承認したが、構想が拡大するのに合わせ工費が当初予定の3倍に膨れ上がったため、国鉄は用地買収と株構造の費用の負担を大阪府に要求した。 大阪府はこれを拒否したため、国鉄による直営は見送られ、大阪府と大阪市、国鉄、進出企業が出資する、第三セクター、半海臨海鉄道を設立して対応した。しかし、大阪外環状線計画の凍結に伴い、外環状線の建設を前提としていたこれら、臨海鉄道の計画も進行しなかった。走行ううしているうちに、 大阪南港のコンビナート構想はオイルショックの影響凍結されて実現はますます遠のいていき時期を失った臨海鉄道計画は立ち消えとなったその後大阪市が住野江公園駅中不等駅間にニュートラム南港ポートダウン線を建設1981年に開業し南港へのアクセスを担うようになった楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。